クティブチーム、各地域の遠征やボランティア活動など多方面に活躍中。海外遠征も多く、東京うさこいを世界に発信していきますというコメントをいただいております。チームを代表して星京子さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。星さん、意気込みをお願いします。はい、それでは改めまして原宿表参道元気祭りの皆さん、こんにちは。この東京の豊島区池袋からやってまいりました東京よさこい池袋ビーナスです。というふうに笑いが出なかったですね。ビーナスの皆さんなんですが、ご覧いただいているようにですね、女性が中心の社会人チームでございます。この社会人チーム、さまざまな仕事を持っていて、もちろん会社の OL とか、それから今は商店街の八百屋さんがいたり、剣舞道さんがいたり、お医者さんがいたり、セラピストがいたりということで、いろんな女性たちが、多色な、このメンバーで集っております。本当に女性の強さ、しなやかさ、このよさこいで元気いっぱい、このエネルギーをですね、ぜひ皆さんと分かち合っていただきたいと思います。私たちの活動、本当に幅広くてですね、東京よさこい、皆さんご存知の方もいらっしゃいますが、10月には、袋祭りということで、豊島区池袋、豊島区全域にわたってのこの東京よさこいコンテストを実施しております。ぜひまた10月の第2土日でございますが、多くの皆さんにご参加いただいて、このよさこいをぜひ、皆さんにこの元気を分け与えていただければと思います。で、私たちも今日は久しぶりの演舞でございます。昨日から本当に夜通し練習をしてまいりました。少々間違っておりますが、元気いっぱい踊らせていただきますので、皆さんのご声援をどうぞよろしくお願いいたします。初出場でございます。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは準備の方お願いします。皆さん、こんにちは。豊島区池袋から参りました池袋ビーナスです。初出場です。笑顔いっぱい、元気いっぱい踊りますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。池袋ビーナス、構え。
袋ヴィーナスの皆さんでした。ありがとうございました。黒と赤の衣装がとってもかっこよかったですね。次の演舞はパワフルの皆さんです。準備の間、簡単にチーム PR をご紹介します。チーム結成21年、変わらぬメンバーで踊り続け、平均年齢は上がるばかりですが、パワフル史上最もパワフルな作品に仕上がりました。4分間パワフルらしく舞い踊りますというコメントをいただいております。チームを代表して磯部彩さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。磯部さん、意気込みをお願いします。皆さんこんにちは。神奈川県海老名市から参りましたパワフルと申します。この度は原宿スーパー男囲碁開催、誠におめでとうございます。毎年、この気持ちを持ってステージに立たせてもらっていますが、今年は特におめでとうございますにプラスして、やはり開催してくださりありがとうございますという気持ちが、メンバー一同とても強いです。私たちが、このステージで、あとそちらのストリートで踊っているこの時間が、ただの踊り子の自己満足で終わらぬように、見ている皆さん、暑い中ご覧いただきありがとうございます。見ている皆さんにも楽しい4分間を過ごしていただけるように、私たちも精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは準備をお願いします。
次の演舞はメガロス連の皆さんです。準備の間、簡単にチーム PR をご紹介します。メガロス連は野村不動産ライフ&スポーツが運営するスポーツクラブメガロスのゲストとキャストで構成されたチームです。楽しんで体を動かすことが健康の秘訣です。我々の楽しんでいる姿をぜひご覧くださいというコメントをいただいております。チームを代表して菅原大輔さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。菅原さん、意気込みをお願いします。はい、はい、皆さんこんにちは、メガロス連です。どうぞよろしくお願いします。我々はですね、スポーツクラブメガロスというところのゲストとキャスト、お客さんと普段コーチとして接しているメンバーで構成されています。普段から運動してますので健康そのものです。ちょっとお酒飲みすぎてる人もいるかもしれませんけど、元気に、やらせていただいております。背中には美しく強くという文字が書かれております。我々の踊りの美しさ、そして力強さをぜひ注目して見ていただければと思っております。そして私のメイク、演舞には全く関係がございません。特に注目しなくて、いいかと思いますので流してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは準備をお願いします。さあ行きましょう。踊り子、元気はいいか、気合い入ってくる。皆さんも応援よろしくお願いします。それでは行きましょう。踊り子、乾杯。私に刺す花の七色も光まとって空に咲く。メガロス連、我々は今日日本全国より集まってきました。我々は日々鍛錬を重ね、強い絆で結ばれています。我々はこれからも家族です。我々は今日それぞれの色の花を咲かせます。我々の思いが皆様に届きますように。メガロスの呼吸、3の方、思い。私の心の花が咲いたら君に届けよう。七色の花をそっと優しくあなたに寄り添ってくれるでしょう。皆さん、手拍子いただけるととっても嬉しいです。ありがとうございます。Yeah!
手拍子やっと練習よ。はい、気をつけない、気をつけない。